ここからはこだわり情報をプラスしてお伝えするグッドスポーツアルファ。グランプリシリーズで2連勝を飾った町田樹選手、近づくソチオリンピックに向け決意を語りました。あと74日しかないんだっていう、なんかあっという間だなっていう、あ、もうそんな間近かっていう思いがありますね。夢舞台へ向け本音を漏らした町田樹。そんな町田が激闘のロシア大会を終えて帰国しました。調子が良かろうが悪かろうが、しっかり成績が出せるのが一流アスリートだと思うので、僕もその一流のアスリート像に近づけるように精一杯ロシアで頑張ったつもりです。回り切った、そしてコンビネーションにした。いいじゃないですか。ショートプログラム2位から逆転での優勝。アメリカ大会に続きグランプリシリーズ2連勝で2年連続ファイナルへの切符を手にしました。ソチオリンピックへの思いをさらに強くした町田。それはこんなところにも現れていました。携帯の待ち受け画面はソチの聖火トーチの写真。ロシア大会の翌日、村上佳菜子ら仲間と一緒に観光をしている時に見つけたというこのトーチは、はい、今シーズンの町田のフリー、ロシアの作曲家ストラヴィンスキーの火の鳥をイメージしたものでした。火の鳥がモチーフになっているっていうのは知ってたんだけど、素敵ですね。これを毎日見て頑張ります。火の鳥をイメージしたトーチを見て新たな刺激を受けたという町田。独自の哲学を持つ町田はロシア文化にも興味津々。ロシア文化ってやっぱ芸術がすごい、なんて言うんだろう、盛んな国だと思うんですよ。僕はバレエとか器械体操とか新体操とか、そういう身体表現が盛んな国だと思うので、いろいろと学ぶこと多いですし。オリンピックが行われるロシアの地でソチへの思いを語りました。ソチ五輪に行けるか行けないかじゃなくて、ソチ五輪に行こうとするかしないかだと思うんですね。その気持ちが強いものが勝つと思うので、全身全霊で演じてソチの切符を手に入れるだけです。まあね、70日後に代表選手としてね、そうなんですよ、笑顔で迎えられるといいんですけどね。ここからね、また代表選考って厳しい戦いがね、まだまだ待ってますから ね、ただジャンプ好調ですからね、本人の気持ち非常に強いものがあります。